上田敏夫は日本の詩人、文学者、斗夫上田としても作品を発表した。アバンギャルディストとして青年期から晩年期に至るまでユニークな詩と詩論を展開した。特に昭和前期の超現実主義運動の輝ける騎士として注目された。日本における最初のシュルレアリスム宣言を発表したことでも知られる。芸術の自律的なメカニズムを認める立場から、 カトリシズム、仏教思想等の外部からの概念導入なしに、芸術世界の成立はないという立場に変化し、独自のネオシュルレアリスム主観を提唱した。1900年、山口県吉木郡大道村にて生まれる。五つお六め6人兄弟の四男である。上田家は、山口県内屈指の旧家であり、江戸時代は、酒造業を営み代々商屋を務め、農地解放以前は、 県内有数の大地主であった。県立山口中学を経て、慶応義塾大学予科文科に入学し上京した。英文化在学中の1925年2月に、萩原作太郎により、日本詩人新進詩人号に推薦され、詩壇に登場した。同年6月、文芸時代に評論を発表した。同年7月、三田文芸人を創刊し、 ポール・モランの夜開く論を書いて注目された。文芸単美に、シュルレアリストのルイ・アラゴン、ポール・ウェル・アールらの作品を翻訳し紹介した。フランスにおけるアンドレ・ブルトンの超現実主義宣言が出版されたのが1924年。その翌年の1925年に、文芸単美に、上田敏夫の作品が発表された。日本のモダニズム、あるいは、シュルレアリスム主運動の、 第一歩である。その翌年の1926年4月、西脇淳三郎が、慶応義塾大学文学部の教授に就任し、学生には、滝口修造、佐藤桜がいた。上田敏夫は、実弟である、上田保と共に、慶応義塾の文学サロンに参加した。慶応義塾大学を卒業した1927年、藤原聖一、北園勝栄、上田保、 山田和彦、稲垣たるほらと、バラ、魔術、学部説を創刊した。A ノートディセンバー1927を起草し、北園勝営、上田保もとの連名で、バラ、魔術、学部説に発表した。北園勝営によれば、役分は、パリのシュルレアリストたちに送付した。日本における、最初のシュルレアリスム宣言として知られる。上田敏夫は、 超現実主義の騎手として脚光を浴びた。死と、死論、衣装の太陽、レスリリスムインターナショナルなどの同人雑誌において、中心的存在として活躍した。死と死論は、春山幸男、北川冬彦を中心に、上田敏夫、三好達次ら11名の同人で1928年9月に、創刊された。上田敏夫は、死と死論に、詩編、評論、 そして翻訳を発表した。同年11月、バラ、魔術、学ブ説と福育たるか不要を合体する形で衣装の太陽を創刊した。西の合体の橋渡しをしたのは上田斗夫であり、氏名も上田斗夫が命名した。山中治竜を除いて、当時のアバンギャルド詩人たちのほとんどがこの衣装の太陽に結集した。ちなみに上田斗夫は山中治竜の シニーにしを寄稿している。福井九樽か冬は西脇淳三郎を中心にして、慶応義塾大学の英文科の学生が出した詩詩だが、植田敏夫は入っていない。佐藤作は、植田敏夫は西脇淳三郎の文科生と思っていなかったのかもしれないと記述している。慶応義塾大学の三田文学にしを発表していた。1929年5月28歳の時に詩集。 仮説の運動を観行した。漢末に付されたポエジー論で、自らの士官をシュルレアリスムではないと断言し、ハイポシー質の士官を主張した。出版されると同時に、藤原誠一、仮説の運動に反射するや、滝口修造、仮説の運動等、大きな反響を呼んだ。後年、上田敏夫は、仮説の運動は、アブストの卵であったから、 自分の著作目録から削除したいと実感している。しかし、本州は、昭和初期のモダニズムの運動の多様性を示す意味で、貴重なものである。1930年に、広島県出身の井上絹枝と結婚した。1931年には、東京外国語学校専修科仏語部に入学し、フランス語を学んだ。同級生に、 同じ山口県出身の中原中也がおり、交流があった。当時日本では、1931年の満州事変以来戦時的色彩が深まり、国家主義が台頭した。上田敏夫は、1934年に自由史はどこへ行くを発表し、師団から去った。芝浦高等専門学校で英語を教えた。1945年、東京における空襲が激しくなり、 郷里の山口に祭祀と共に疎開した。3月10日の東京大空襲直前のことであった。1945年4月、山口経済専門学校の英語講師に就任した。同年8月、終戦を迎え、そのまま山口県に定住した。1948年、長い沈黙を破り、死の発表を再開した。1950年、現実と希望。 私学に発表し、師団に復帰した。1951年、山口大学文理学部の英語助教授に就任した。1962年に退官するまで、英語や英米文学を講じた。この間、試作活動も続けた。1952年、ハニワを主催者として創刊した。その後、ハニワをドゥーマンに改名、1958年まで発行した。 ドゥーマンはフランス語でアスという意味である。1958年には、全英詩人協会の結成に参加し、北園勝江と、英格、黒、ボタンを発刊した。地方にありながら、詩学を中心に、独自の文学理論を中央詩団においても、展開し続けた。1962年、山口大学退官後、宇部工業高等専門学校教授に就任した。 学校創立と同時の就任であり、ちなみに、校歌は、上田年夫の作詞である。1971年に退官するまで、10年間英語を教授した。1964年、百行詩、三美歌のためのある語を、ザ・ヒバリブエに発表した。1964年の、現代山口県市戦総監号に、白髪のピストルを寄稿し、囲碁迷子を欠かさず、作品を寄稿した。 1966年7月、学校だよりのインタビューに答え、人生の持つ意義や意味を関連的に解決するには宗教による方法と文学による方法とがあるが、私は当時の死の課題を解決することが転職であると信じてこの道に入りました。当時の死の課題というのは、いわゆる近代史に対して現代史の基礎を固めることでした。と述べた。 仏教やカトリシズム思想等の宗教を研究したが、特定の宗教の信者ではなかった。1966年10月、個人詩集、バラ物語を刊行した。仮説の運動の時代の芸術の自律的なメカニズムを認める立場から、カトリシズム思想等外部からの概念導入なしに芸術世界の成立はないという立場に変化した。1969年、 中野義和からの初心に対し返信したことをきっかけに、歴史に、私のシュルレアリスム史館、中野義和への初心から、が掲載され、13年間前後同士に作品を寄稿することになった。上田敏夫は、日本の超現実主義グループを分類し、西脇淳三郎の超自然主義、滝口修造のシュルレアリスム、北園勝恵のアブストラクト、そして自らは、 進学の概念を思論の範囲に導入する立場だとした。1973年から1978年まで、ネオ、ダダマニフェストを副題とした作品を歴史上に発表し続け、独自のネオダダイスムを提唱した。ちなみに、上田敏夫の言うネオダダイスムは、美術界で起こったネオダダとは関係がない。1980年6月、 日本現代詩人会が尊敬する先達詩人に贈る先達詩人検章を受賞し、今、希望とは詩人を人類社会に干渉する趣思層を開発した前を発表した。1980年、神の表彰主義詩論を歴史上で発表した。1981年、存在を問うとはを、現代山口県市選に寄稿した。 1982年3月30日、老衰により、山口県豊富市大道の自宅にて成居した、上田敏夫、ありがとうございます。